ダメよ、おばちゃんはダメだって。あ、一番してるね。ちょっと時間稼ぐか。こっち、あいつ先回りするから、いつもだよ、あいつよ。俺メインティッシュか、あいつ。もうあそこの発電機怖くて触れないんだけど。いや、こっち側の発電機なんか1台空いてない？あ、めっちゃ怪我直してるじゃん。ばあちゃんか。ばあちゃん大丈夫？あ、もう治ったのか。オッケー。これ一応トゥーテム何があるか確認しとくか。指数関数ね。いいね。いいね。俺好みだよ。ロマンの塊。あー、めっちゃチェイスしてる。あっちめっちゃチェイスしてる。YouTuber いけるか。俺ダメだ。ばあちゃんと一緒に何か回そう。とりあえずばあちゃんが触るもの俺も触るわ。あっちか、こういうの中のやつか。 OKOK、 よしよし。え、戻ってきてるよばあちゃん。ばあちゃん、ばあちゃん、さすがにそれはまずい。2度目のマッコー。マッコーは2度咲く、お前マジで。あ、いたあった、いたあった。 OKOK、 吸えよ、好きなだけ吸えよ。待って待って、引っかかった。あ、終わった終わった。もう吸えよ、好きなだけ。もう絶対もうナイス。お、ダメよな。ダメやな。みちありがとうね。もうダメよ、もう分かってたから。分かってたから俺。ありがとうございました。ありがとうございました。うっとりありがとうございました。はい、せありがとうございました。トーメントクリーク、コールデンデファーム、よろしくお願いいたします。タイムは実は確か食べれる。七味に入ってるからオッケーにしておくか。わらわら。そう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 。種入ってるよね。あとさ、鳥の餌にさ、タイマーの種入ってるらしいよ。で、それを分別して、時々芽が出るやつがあるらしいのよ。それで、タイマーを育てるっていう。うん。あと、ムツゴロウさんは、医療用タイマーっていうか、ちゃんと許可書を得てタイマーを育ててるから、あいつカンナビスカップで優勝してんのよ。DTOGO さん。D 統合見て、俺今ロッカー入った。マッコ、あぶねあぶね。くっくっ、長見の息子さん、くっ、私も長見さんをフォローしたい。くっ、行かない。行かないのが最近ね、生存率高いって気づいた。あ、待って、あ、待って、ちょ、あぶね。ちょ、こっち、オッケーオッケー。はい、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 渡る。オッケーオッケーオッケー。で、こう、はい、ここをこう、はい、ここをこうこうこう。で、ここは行かない。行った方がよかった。行った方がよかった。だってよ、メルさんフォローしてるでしょ、もう。そうね、うん、ダメよな。まあ、だけど人生整形で大切なね、20代の時期はね、その女性の方とずっと付き合ってたんで。待って、いける、いける、いける、いけない、いけない、いけない。今行けたのにだ、ギリギリ。人王が手にあんで、なんだよ、人王が関係ねえだろ今。高見さん、地下ですか。これ地下です、すいませんね、ビビさん。地下です。高見さん、地下ですか。地下です、ほんと地下です。地下です、大丈夫です、地下です、地下です。それ100ポイントですよ、そんな使うことないから。地下です、大丈夫です。 100% 地下です、 100% 地下です。いけ、オッケー、オッケー、オッケー。後ろ、後ろ、まーちゃんです、まーちゃんです、まーちゃん。出飛ばしてます、出飛ばしてます。その質問ある、たたみちゃん。たたみちゃん、その質問はないでしょ。来いよ。待て待て、逃げちゃダメだ、僕逃げた。オッケー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 、我々、我々、我々。オッケー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 、来い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 。よし、いける、いける、いける。下から逃げてるいつもの光景です。
ウィッシュウィッシュウィッシュいつものウィッシュウィッシュ悔しいな悔しいな悔しいなもうエピソード、ね、めっちゃうなずいてこいつケバブしやがった最悪だこいつ逃げちゃダメだ逃げちゃダメだ小野隆さん悔しいか悔しいわルリちゃんこれ逃げるゲームなのよルリちゃん小野隆さんなるほど理解できないんだ見たらわかる安心感安心感ジオウガが安心感だけどドローンを活性化させていく安心感与えてあんなに離れる嘘でしょうわキャッパーだからなナイスナイス2デー2デーまでもう少しこれ終わったわ俺終わったわめっちゃ発電機回してるわ GO がめっちゃ発電機回してるわよきは様子見てるで大丈夫かなよきあれあーこれ俺多分連れてかれるわあ来てる来てる野良の人が来てるめちゃ突っ込んでる野良の人じゃないファーちゃんかファーちゃんナイス来てる今よし俺もでもう一回戻るよしよある板ない待て板くださいちょっと板くださいえマジで板がない嘘でしょああくそ終わった板がどこにもあっち向こうにあるもうちょいだった最悪なんだけど そんなことないよバッコで嫌うバッコでイラつかせるスタイルだよねもう水産ちゃん台湾の人だね先生ありがとうございました死んだ犬の酒場グレンベールの墓よろしくお願いいたしますウィヨウイチかチナちゃんブチギレだろうねあれヨウイチおヨキだしゃがんでるめっちゃ屈伸してるあいつ屈伸してるねうん小野隆さんちなちゃよういちちなちゃんのスタンプ持ってた、ね、大会部長後ろカーテンです大丈夫ですここは地下あるのかここかこういう地下かこういう地下かまあ、いや回しに行くか公衆台はちょっとあれだからねやめらんねくぅどうぞテレビね俺テレビあ俺テレビ計3回出たことあるよ東京に上京して初めて付き合った彼女前の彼女そうそうそううんあるある3回俺全然外出ないからさ付き合ってる時さ外出るイコールデートなんだよね隣の息子さん、うん、そして私ってメルさんはどこにも一分の隙ないけどねこれ放置キラーじゃない、うん、みんな回してるよ発電機あそこも回してて放置ってやばくないあっちないかじゃあこっちかこっちますかあ堕落もう堕落切れるでしょこれ堕落ますか赤根田予算、うん、フードをかぶりながらパトカーに乗るシーンはありましたかないわ高校時代さ高1ぐらいの時にさ16、17じゃん原付が取れる免許でさ原付免許だとさ原付持つ友達とかいるじゃんで俺免許持ってないけど友達に原付乗せてもらってあ来たねそれで後ろカーテンですそれで原付2人乗りでパトカーに捕まって家庭裁判所に行くっていう俺がいるっていうまあやめとこうナイス警察2人乗り、ね、なんか俺その時さもう今でも何度でも言うけど俺その時さ警察の人にさ膝蹴り食らったんだよね本当に
マガミの息子さん、うん、裁判沙汰になるような人登場と高校時代よ、すごい若い頃。それさ、うん、ほんとに、うん、赤根田予算、うん、マガミさん職質されないの？されない、されないけど、高1の頃ぐらいからアークナ7213、アークさんこんばんは、アークさんこんばんは。高1の頃ぐらいからバイトしてさ、ちびちび入れ墨入れてるやついてさ、で、そいつがさ、もうこれ多分いないよね、いないね、ね、入れ墨入れてるやついてさ、で、そいつがめちゃめちゃタトゥー入れてんのね、上半身、頭とかもさ、坊主にしたらこの首まで入れてるようなやつなのよ。で、海行くときはさ、そいつ連れてくのよ。そいつ連れてって上半身脱いでもらったら、とりあえず周りの人がさ、ちょっと半径さ、10メートルぐらいさ、半径10メートルぐらい以内にいる人たちはさ、全員大体帰るから、海が開くのよ、沖縄の海が。で、そいつ海連れてくんだけど、で、そいつがさ、一緒にさ、那覇市歩いてたときあったんね、高校時代ね。で、人相もちょっと悪いのにさ、半袖でさ、制服着替えてさ、半袖もここも、ここも入れ墨入ってるわけじゃん。もう高校生で入れ墨入れてんだけど、全然。で、入れつった。で、めちゃめちゃ職質されるって話をしてたのね。職質をされるって話をしてる間に職質をされるのよ、あいつは。で、めっちゃ俺笑いながら見てて、で、職質されて、何してんのみたいな。いや、高校生ですって。高校生なの本当にみたいな感じで言って、で、職質終わるじゃん。職質終わって、あ、終わったっつって、あ、どうするっつって、タコライス屋行くみたいな話をして、歩くじゃん。歩いて、ちょっと長見さん脱いでみてください、うんうん、友人じゃなくてご自身でしょそんなことないわ。で、50メートルぐらいあるじゃん。50メートルぐらい歩いたらさ、その警官の連れみたいなやつがいてさ、そいつにまた職質されるんだよ。大勢ありがとうございました、大勢ありがとうございました。で、芋ねえ、で、マスピンポンってなって、マサじゃないっつったら、なんかいい、大丈夫っつったら、その玄関開けて妹の役目みたいなこと言ってんだよ。で、妹が開けて、なんか多分ヒロキの友達って言ってマーサーが入ってきたのね。で、マーサーが入ってきて、行った第一声がクラスメイトが迎えに来たんだけどっつってそれでさ、めちゃめちゃ爆笑してさ、クラスメイトだったのっつって、同じクラスのやつだったあいつっつって、名字同じだけどそんな偶然あるっつって、ね、それでさめちゃめちゃ面白かったもん、マジで気まずいよね、めちゃめちゃ笑ったもん、あいつマジで、あいつさマジでバカでさあー、もうナイスナイスでさ、あいつさもう心底バカでさ、ヒロキさ、あいつ一個上なんだけどバカでさ、めちゃめちゃエロっていうかさ、性欲が強いのよ、性欲が強くてさ、うん、で、エロ本とさ、エロビーみたいなのめっちゃ持ってんのね。で、タンスがあってさ、そいつ専用のタンスがあって、で、6段か5段ぐらいのタンスがあって、こう引き出しのやつね。で、下から2番目か3番目にエロ本とエロビーをめっちゃ入れてんのよ。で、それが重すぎて開かなくなって、上の段を外して、上からエロ本を取るっていう生活をしてんのね、あいつ。で、で、俺じゃねえわ、俺じゃねえわ。で、あいつはそんなアホな生活をしてて、で、エロビどうすんのっつって、お前めちゃめちゃこんだけのエロビじゃ済まねえだろっつってたら、テレビのところに置いてるっつって、バレるだろっつったら、誰も見なさそうなタイトルつけてるっつってて、タイトルって何って言ったらロッキーって言ってんだよ。で、あいつバカだからロッキーが増えすぎて、ロッキー天まであるのよ。であいつテレビの下にあいつの家ので、まだあれめっちゃ売ってんじゃん、なんだよこいつ、でなんだよこいつ、ちょっと話させろよ、いなくなったのか。で、ロッキー天まであんだよ。あ、ちょ、意味わかんなくない？本当に。ロッキーさん。今。待って、バッコしよう、バッコしよう、バッコしてしのご。あ、見逃した。やばくない？ロッキー天って聞いたことある？そんな映画見たことある？ロッキー天。誰と戦うんだろうね、自分自身かな、ロッキー天まで行くと。鏡の中の自分と戦うんじゃない、ローランドみたいに。まあ、マジあいつさ、爆笑でさ、ほんとに。長見ありがとうね、シロンさん。でさ、ある日さ、
あ、結構それでさ、ヒロキと仲良くなってさ、一個上だけどね、一個上だけどヒロキと仲良くなってさ、ヒロキね、よく行くことになったのね。うん、小野隆さん、スタローンの体が持たないだろ。持たないよね。あんな豚肉をさ、サンドバッグにしてる状態じゃないよね。で、こっち、うわっ、うわっ、チェイスが咲いてく、こういく。でさ、あの妹がいない日限定で俺ヒロキの家に遊びに行ったのね。妹が飲みに行くとか、うん、高校生だけどね。あ、やば、なんでそんなに素振り早いの、なんだあの人。で、で遊びに行ってさ、でヒロキの家でさ、あいつ漫画も結構持ってるからさ、漫画読みに行った時あったのね。でヒロキの部屋入るじゃん。まあ本当に率直に言うとさ、その部屋がさ、めっちゃイカ臭いのね。イカ臭いのよ。まあだけど、まあ何も言わないわけじゃん、同じ高校生だしさ、何も言わないわけじゃん。何も言わなくてさ、普通にさ、こうやってさ、俺こういう感じで漫画読んでんのね。こういう感じで漫画読んでたらさ、俺のさ、左足の小指がさ、湿ってるわけよ。湿ってて、あ、めっちゃ、あ、で、湿ってて、で、その湿ったさ、左足の小指の乳角でさ、明らかにあれの匂いがするわけよ。で、お前さ、つって、マジでさ、つって、ふざけんなよ、つって、お前であれ踏んだじゃねえかよ、俺、つって、お前マジでふざけんなよ、つって。そう、そう、お前マジふざけんなよ、つって。長見の息子さん、とりあえず長見さんが何かやらかしたら。ヒロキ、マーサーたちに彼を知る友人としてインタビューするわ。しているよね。小野高さん、違うの、違うの、で、お前ふざけんなよっつって、お前踏んだじゃねえかよっつって話をしたのね。そしたら、そのヒロキが言った言い訳が、あの、やつ3人兄弟でさ、年子の妹とちょっと離れた弟がいるのね、2、3歳離れた。これ、俺記憶ないっつって、あ、これ弟のだからっつって、あいつの言い訳が弟のって言ってんだよ。ね、ふざけんなよっつって、で俺が言った切り口が、弟のだとしても俺の今足についてんのはお前の老いだろっつって、なんとかしろっつって、老いをなんとかしろっつって、老いかめいか知らねえけどっつって話をして、で分かったっつって、あいつタバコ吸うからさ、俺の左足のさ、小指をさ、ライダーで炙り始めんの。こいつマジでふざけてんのかと思って、でね、お前ふざけんなよマジでっつって、マジでさ、あいつ舐めてたからね、マジであいつバカだからね、ほんとにこんな話しかないからね、この話で。イカれとるでしょ、あいつ、あいつマジでイカれてるからね。いや、ちょ、待って、ほんとにバカな話しかないからね。セルケアしようかな、実際にきついとるよ。ナスコないの、ナスコなさそうだね。もうダメよな、話せる話題がないんだよね、高校時代特に話せる話題がないんだよ。もう特に話せる話題がないって言ってる時点でもうちょっとお察しだけど。ん、ああ治療してくれるの、ありがとう。本当だよ、ほんとひどいよ。高校時代のさ、待って、来てる。で、ここをこう、うまい、素振り、ナイス素振り。よき誰か助けに行ってる？野良の人助けに行ってる？行ってなさそうだな、俺が行くか。もう、ろくな話ないからね。やめとく。お酒飲んだってろくな話しねえわ。何ちくわ事件って教えてよ、ちくわ事件。何ちくわ事件、え、ここ来てんの？嘘でしょ、来てないでしょ。ユキが逃げてきてる。これ来るな。誰も一人しか釣られてない。ユキしか釣られてない。奇跡的に。教えてよ。多分今タイピングしてんのかな。長見の息子さん、学校中にちくわをちぎってばらまいて、一体何十本ばらまいたのか。アホじゃん。ただのアホじゃん。アホじゃん。やば、あかねだよさん、暴挙すぎる、暴挙だよな。俺さ、高三かな、長見の息子さん、大学から NG になったわ。え、それだけで、それだけで NG なの、
全然愉快な人間じゃん。俺さ、高3かな、高3の時にさ、うん、あの他の高校ってどんな授業してるか気になってた。俺商業高校だったのね。で、あ、地下ですか？これ地上です。商業高校だったから、普通と農業高校って農業と工業があるわけじゃん、うん、どんな授業してるかを気になっててさ、で中学校の友達に連絡取ったらさ、農業高校行ってるやつからさ、うちの学校来ていいよ、めっちゃバカだからって言われて、あ、じゃあ行くっつって制服交換してさ、1週間ぐらいさ、俺さ農業高校のさ授業受けたことあったのね。ねえ、まあ、今思うとその時点で行かれてるけど、ねえねえ、制服交換してさ、あいつの友達っつって普通にさ授業受けてたんだけど、で休み時間になったらさ、うちの商業高校でバカなところだからさ、とりあえずトイレでタバコ吸うっていうのがさ、まあ、日課っていうかそういう感じなのよ、休み時間になると。でで男子生徒は女子トイレで吸う、女子生徒は男子トイレで吸うって なぜか謎のルールがあって、で俺女子トイレで吸ってたのね。で女子生徒がさ、その先生が来るかどうか見張る役でさ、まあ、見張りもいらないんだけど、で水を流しっぱにしとくのよ、一番近くの教室で。水を流しっぱにしてて、水道管の近くでタバコ吸うのね、女子トイレので。その女子生徒が、先生が来たら水をキュッて閉めるのよ。そしたらそこの水道管がカンみたいな感じで音鳴るのよ、水が止まったような音。それが合図だみたいな感じだったのね。でね、それはそれで別に良かったんだけど、ね、授業中さ、俺さタバコ吸いたくなってさ、授業中じゃない、授業始まる前にタバコ吸いたくなって、そこの高校の授業受けなかったのね。でその授業中は吸い放題だと思って女子トイレでずっと吸ってたのよ。ただこの話いる？この話いらないよね。ねえ、もういいや、ダメだわ、全然ダメだわ、もうろくな話しねえわ、やめとこ。だ、聞きたい人いないでしょ、やめとこ、マジでやめとこ、もう軽犯罪なんだよな。実況マンズさん、殴られたからってやめないで。そこまでしょ、これ。白いカエルの人、大丈夫、面白い。で、タバコを吸ってたらさ、だから女子トイレに入ってくる男子教師がいるのよ。ダメじゃない、女子トイレに入ってくる男子教師。でさ、そう、ダメじゃない、ダメでしょ。で、俺個室に入ってたんだけどさ、女子トイレの個室に入ってたんだけど、コンコンみたいな感じでさ、声も出せないじゃん。で、コンコンって返すじゃん、大丈夫かってその男子教師が言うのよ。で、大丈夫ですって言えないじゃん、男だから。で、俺はその時なんて言ったと思う、もう奇跡の回答よ、大丈夫じゃないですって言ったのよ。で、それでドア開けて、そっかっつって。で、お前何組だみたいな感じ言われて、4組です、あ、一番近くで取れて、で、4組ですって言って、授業受けないのかって。もうめっちゃトイレの中タバコ臭いよ。で、今もちょっとお腹痛くてっつって、いやもう今から行けっつって、回答できるんだったら行けるだろ、保健室行く必要ないだろっつって、もう途中からさ教室に戻ってさ、あの事なきことを得たっていう、タバコ吸っても女子トイレで男子生徒が見つかって、かつその男子生徒が他校の生徒だったとしても事なきことを得たっていう。うん、どうしようもない話でしょ。まっだっだもうほんとさ、今実況マンズさん、設定がむちゃくちゃすぎる。まあだけどそこの高校さ、農林高校そこめちゃめちゃバカでさ、あのさ、豚をいじめたら退学っていう高卒ができてくれるので、お昼休みになったらさ、高校ってさ弁当とか買ったりするじゃん。でそこの高校で流行ってたのがさ、弁当のさ空弁にさ石ころ入れてさ、輪ゴムでこうつないでいくのよ、つないでって言って、でそれで、長見の息子さん、要約すると、長見さんは学生時代に誰もいない女子トイレにこもって私服の時を過ごしてたってことだね。そうそう、茜さん、やめろ、意味わからん、すぎわらわら、意味わからんでしょ。で、お昼時間になったらさ、高1がその校舎の1階なのよ、高2が2階、高3が3階みたいな感じなのよ。で、空弁になったやつに石詰めてさ、日差しみたい、日差しに出るのよ、このベランダじゃなくて日差しね、日差しに出て食い終わったって一服するっていうのがそいつらの役目だからさ、役目で。で、そこの雨どいの中に雨漏りも入ってんだけど、で、そこでさ、
そこで食べるじゃん。食べたらそこの空箱の中に、弁当箱の中にさ、弁当箱っていうかこのプラスチックのあのパカパカなやつね、屋台であるあの焼きそばとか入れるやつ、あそこにさ石入れてさ、輪ゴムで縛って、で友達から輪ゴム何個つないでこうつないでって、あの校舎の3階ぐらいから日差しに腕だけ出してブンブン回して、地面に突きそうなぐらいこうビヨーンって伸びんのよ。スリルあるだろうってそいつに言われたの。それを満面の笑みで回してるやつに、こいつらマジで死んだ方がいいと思ったもん、マジで。その時バカだろうかこいつらって、こうやってブンブン回して、スリルあるだろうって、マジで意味わかんなかったもん、俺意味わかんなかったもん本当に。こっち来るから、こっち来る、こっち来る、ああついてこい、こっちで、ああ、うん、ほんとね、なんかね、ゴミ箱の底みたいなやつらだった、みんな。あっ、あっ、よき、あっ、今、よし、オッケーオッケー、これでライトで救助したら俺の勝ちよ。失ってる？あ、来てる来てる来てる、オッケーオッケー、引っかかった、よしよしよし、俺がこれがで、ね、クイクワで巻けばいいんでしょ、で、こう来て、こう、完璧よ、完璧よ、これがクイクワの強さよ、よき逃げろ、よき逃げろ、俺はハッチで逃げる、オッケーオッケーオッケー、これよだ、これよ、いなくなった。もうハッチが近くに出るの祈るしかない。もうそれしかない。ヨキ、どこだ。え、ヨキいた今。ヨキの声聞こえた？気のせい。あ、ヨキいた。あ、ヨキそんなとこいたんだ。あー。多分出口分かんなかったんだね。いやー。残念すぎる。ね。ケミちゃん。ひみちゃんこんばんは。ね、もう高校時代は。よきさん、出口どこですか？ね。よきウェイ。よきじじ。ひみちゃん。お、なんか NG 引っかかってる。対戦ありがとうございました。きみちゃんごめん。ごめんごめん。きみちゃんごめん。冗談だから。きみちゃんごめん。だけど俺その時の会話で言ってたもん、風花に、俺キミちゃんすごい好きだわって、絡みやすいって言ってやまんぶさん、どうしてみんなを傷つけていくの。そんなことないよ、だけど俺風花に言ってたもん、その時の会話で、けど俺キミちゃんすごい好きって。おお、何、後ろ後ろで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 ナイフ、そう、俺キミちゃんすごい好きって言ったもん、めっちゃ絡みやすいって、あの性別超えてるって言ったもん。ちょっ、座れ尽くした、待て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 、ダメダメだって、長身の息子さん、もう言い訳にしか聞こえない言い訳にしか聞こえないかもしれないけど、みんなは待って、ダメだって、食いくわがあるから、食いくわがあるから。丸大君さん、みんな気づく配信なの？そんなことないよ、そんなことないよ、だけど君ちゃん既婚者だからさ、ある意味いじり放題なのよ、キミちゃんは。あぶね、あ、待て、うん、だけど俺キミちゃんすごい好きだけどね、ね、う、嘘でしょ。うんうん、長身の息子さん、ね、うちなんてもうゴミ扱いされてるんすよ。そうそうそう、もうキミちゃん独身だったらもうほっとけないもん、ほんとにキミちゃんめちゃめちゃ馬が合う気はするけどね、ね、うん、問題キミさん、そうなのよ、関わりやすいでしょ、関わりやすい、いじりやすい、いじりやすい、いじりやすい、そうだね、いじりやすいが正しいね、正しい表現、いじりやすい、キミちゃんはね、上げてもよし下げてもよし、ほんとにいじりやすいんだよね、キミちゃんは、ほんとに、ね、いい意味でいじりやすい、
あ、めっちゃ回ってるわ。めっちゃ回ってるわ。丸大君さん、うん、下げるなわらわら。下げる。高橋さん、中身542は、電車はいじり放題。聞こえちゃう。既婚者いじり放題。ゲテモノシじゃねえよ。既婚者いじり放題、ちょっとあれやっとくか。うん、長見の息子さん、勇気も入ったわ。シロンさん、ね、最低だ。え、だけど既婚者の人はね、いや本当に本当にバカにはしてないよ。バカにはしてないけど、面白くなるなっていういじり方はしてるつもりよ。下に見ては言ってないからね。まあ多分そこはキミちゃんも知ってると思うけどね、感じてはいると思う。うん、なんだろう、そんなことはないよ。シロンさん、うん、今のマンションは結婚とこ作りを考えて買った。そう、もうそれだけで俺弱者だからね。そう、うん、だけどね、キミちゃんはね、ほんと言うね、いじりやすい。うん、既婚者だからね、安心ブランドだしさ、いじり放題なのよね、ほんとに。野良の人がやられた。野良の人がやられたよ、これ。これいけるか、いけるか、フィッダー。ね、うん、丸大君さん、既婚者でよかった、わら。ね、だってさ、俺と君ちゃんがさ、仮によ、差し飲みで飲むぐらい仲良くなってもさ、あれじゃん、なんだろう、疑われないじゃん、君ちゃんと俺だから。よし、オッケー。長見の息子さん、うん、狙い始めたか。狙ってはいない、やめろ。それを言うとちょっと語弊が生まれるけど、まあでもだから、キミちゃんとどんなに仲良くなってもあいつらできてんじゃねって噂を立たないわけじゃん、本当に。もう兄弟みたいに仲良くなってもそこら辺安心よな、こっちとしてもさ。なんだろう、いわゆるさ、なんだろうな、女食いみたいなさ、女を漁ってるみたいに思われないわけじゃんね。シロンさん、うん、へ、うん、うん、マルダイキミさん、何かあったらすぐ飲むからすから大丈夫だよ。まあ、さらされてもいいけどさ、正直。おい、そんなさ、あっち来ないか。うん、全然大丈夫だよ。ちょっといつかキミちゃんを口説く DM 送ろうかな、キミちゃんに。キミちゃんに送ろうかな、2番目でもいいから、ちょっと俺と考えてくれないかって。うん、マルダイキミさん、9月東京な。あ、9月東京来んの。あ、飲もうよ、キミちゃん、ほんとに。行って、いつ頃来るか行って。俺全然時間調整するから、俺合わせる全然。いつ頃来るからって言ってくれたら、お店も、お店とあと好きな食べ物言ってくれたら全然おごりで行きますよ。長見の息子さん、うん、ね、スタンガン持って行った方がええからね。よっちさんさん、こんばんは。よっちさん、こんばんは。丸大君さん、9月8日。あ、9月8日、いいよいいよ全然。9月8日ね。キミちゃん好きな食べ物とか教えてくれたら俺全然ね。うん、マルダイキミさん、スタンガン欲しいものリスト入れとこ。マジでさ、俺を警戒するのよしてくれ。俺ほど安全な人間いないからね、ほんとに。リッテアマンズさん、お店もホテルも長見さんがちゃんと手配してくれるよ。ホテルな、ホテル多分キミちゃんなんか用意してるでしょ。マルダイキミさん、うん、でもみんなに会いたいからみんな誘うよ。あー、いいんじゃない、いいね、いいね、いいね。そっちの方が安心だけどね、こっちとしては。キミちゃんみんな誘ってよ、いい感じで。俺も参加していいね、キミちゃん。ずっと配信でいいじゃん、配信者でみんな集まってね。9月の8日か、だけど9月か、全然先だね。よきグッドゲーム、よきもやられた。これいけるか、これ心音聞こえたらアウトだぞ。今聞こえたらアウト。今、あっ、聞こえない、聞こえないけどアウトだった。痛い。長見の息子さん、長見さんにはちょっと肌も止めてソフトタッチかハブが増えるから気をつけてください。あぶれ、息つ開けるように。よっちさんさん、あっ、くそ、人肌も出て、うん、ね、配信者オフありなんじゃない。まあだけど人肌は欲しいけどさ、キミ、うん、ちゃんに人肌求めたらさ、ちょっと人として終わってない。既婚者よ、キミちゃん。キミさん、クスナガミ病気、クスナガミ病気。だけどキミちゃんとちょっと喋ってみたいね。さん、こんばんは。あ、スータン、こんばんは、久しぶり。さん、今日はマイケル多すぎですね。多いね。長見の息子さん、うん、私の体を好きにしていいから、うん、よっちさんさん、じゃあメヌさんを思って、メヌさんを思って、同節1、2くらい、1、2くらいでも大丈夫。なになに、あ、参加したいってこと。
いいんじゃない、わかんない、だけどキミちゃんが任せるからね。だけど黒い噂が立つ人は多分 NG だと思うよ。女性配信者のオフ会に男性配信者が出るってことは黒い噂が立ってる人ダメだと思うよ。俺黒い噂ないから、ありがとね、ありがとね、うん、本当に、うん、ね、うん、丸大君さん、うん、流れだめじゃん。おい、やめろやめろ、そのいじりはやめろ、その方向でいじるのやめろ。マジで黒い噂ないよ俺、うん、あ、なるほど、それならダメですね、噂があるわけではない、うん、あ、そうなの、よっちさん、深い噂は立ってるね、うん、実はもとても重大でストレスで血便が出て配信できなかった、うん、やめろ、黒い噂しかない、本当に。俺さ、自分で言うともなんだけどさ、今までの男友達と社会人になって同僚から聞いた話も含めて俺ほどピュアな男の人いないと思うよ。結構あれよ、ピュアよ本当に。割と女性呼びだけどね、考え方、うん、いないと思うけどね、もう普通にやられたわ、うん、あ、見てるわ。4パー行くか。おい、4パー引くぞ俺、いいのか、ラストで引くぞお前、引けねえわ、引けねえわ、引けねえわ、引けねえかったわ、ナイスだよだよだよ。え、キミちゃん楽しみにしてる9月8日なぐみ、ありがとうね。9月の8日何時頃だろう。お店とか予約取るけどね、ちゃんと。よっちさんさん、長見さん主催オフ行ってみたいけど、うん、女性配信者オフならさすがに遠慮しないとまずい気がする。そうなの？君さん、首洗って待ってと。なんだよ、首洗ってって。先生、ありがとうございました。なんか、嫌いな人はどうでもいいんだよね。だから、ある意味、気軽に喋れるよね。うん。うん。シロンさん、うん、うまい、とかえ、とかじゃなくて別の話するわらわら。あ、別の話するの。だけど、楽よな。嫌いな人は楽よな。あんまり俺嫌いな人っていないからさ、苦手な人は多いけど、心底嫌いになる人ってマジで人生で数えるぐらいしかいない。うん、よっちさんさん、うん、でもこういう長見さんが好き。ありがとね、よっちさん、よっちさん俺も好きよ。俺ほんと人を嫌いにはならない。あのめちゃめちゃさ、俺の血便の元になった元カノもなんだかんだ言って俺は嫌いじゃないよ。人としてはね、いい人だと思ってるよ。いい人だと思ってるけど、今がちょっとおかしいだけと思ってるから。シロンさん、長見さんの意味でネタが尽きない。ネタが尽きないよ、ほんとな。月一で変なこと起きてるからな。あー、見えたな、俺のこと見えたな。あ、見えてない、見えてない、見えてない、長見マジック、見えてない、俺のことが見えてない。俺は回し放題、そう、まるで魔法みたいにね。ありがとうね、ありがとうね、切って、ありがとう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 、魂の発電よ、1代目だけど、1代目だけど魂の発電、これを他のサバイバーの人にも感じてほしい、感じてほしい。俺は地下だけど、代わりに地下に入るけど、感じてほしい。トラッパーで地下に行くけど、ビップルーム、ビップルーム、ビップ。ほら、いい男発電。地下ですか。これ地下です。すいません。地下です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 。大丈夫です。地下です。大丈夫です。地下です。地下です。大丈夫です。皆さん安心してください。地下です。地下です。地下です。大丈夫です。地下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 です。大丈夫です。地下です。大丈夫です。地下さん、地下ですか。やばい。キャノンエイコン、キャノンエイコン、キャノンエイコン、いや大丈夫大丈夫、キャノンエイコン、キャノンエイコン、キャノンエイコン、エイコン、エイコン釣られてく、声が近くに聞こえ、あ、勇気をやられてく、勇気をやられてく、あ、これダメだ、4パー引くしかない、あ、ワンチャンで終わった。エイコー、エイコーやってくれ。エイコー、エイコー、エイコー行け。エイコー、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 
ユキいけるか、ユキ4パーいけるか、ユキ4パー、ユキ4パーいけるか、ユキ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 、待て、俺が引く、俺が引く、ユキランス、ユキランス、ユキランス、大丈夫、バレてない、バレてない、俺バレてない、ああミスった、バッカ、焦りすぎた、あーバックを吸収できたのに、うわわらわら、あゴミみたいな、ゴミゴミみたいな、ゴミゴミみたいな、ちょっとちょっと待って、ちょっとゴミ、もう最悪、あれなんでユキ生きてるの、ユキ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 なんで生きてるの、ユキユキなんで生きてるの、ユキゴミ、俺だけかゴミゴミみたいな、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 終わった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 、信じられない終わり方なんだけど、ちょっと、あー、いやマックをちゃんと決めてればよかった、落ち着いて、これだからやめらんね、でありがとうございました、これ OK、 じゃあいきますか、皆さんラスト試合です、放置キラーじゃない限りはラストです、レッカーズヤード、オートヘイブンレッカーズ、よろしくお願いいたします、ナース、あやばいやばいやばい、これやばい、アイアムキャット、アイアムキャット、アイアムキャットがいる、待てちょっと待て、やばいな、長見の息子さん、またまた、また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 って思うでしょ、あいるわ、ナースいるわ、スーナーがいるわ、見つからないでマスか、うわ前ブレ、前ブレきちいよ、前ブレはきちい、いやーやばいなこれ、あー結構回してる、ユキとチェリーマソン、マソン、マーソン、やばいやばい、来てる来てる来てる、これロッカー入りたい、ロッカー入りたい、あ向こう行った、向こう行った、待て待て、これ何、あこれあれか、デッドロックか、あ、待って、こっちから来てる、嘘でしょ、奇跡、うわお休みに戻ってきた、ズルズル取る、こんな完璧な隠密ある、よしよしよし、オッケー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 、長見後ろ、あピカちゃんありがとうね、もうこれラスト試合よ、お完璧な音筆見せたわ、みんなマジで教科書に載るよ、これ教科書載る、マジでマジで教科書載る、やーばやーばいな今のは、マジで載るわ、完璧だったわ、オッケー、よしよし、チェイスしてる、めっちゃ長見2000-2012、完璧な隠密で一時代を作った配信者、ふざけんなよ、個人みたいな言い方じゃねえかよ、こっち俺個人じゃねえかよ、これ死人か、え、デッドロック、デッドロックもあるか、タイミング的に、いや、タイミング的にはデッドロックだな、完全に、よしよしよし、まさまさ、アイムキャット、アイムキャット大丈夫か、あ来てる来てる来てる、あバカ、いや俺が行くか、よし、アイムキャットおとりになってくれ、アイムキャットおとりになってくれ、よし行け行け、おとりになってくれ、ごめん俺がここで時間、あ向こう行った、まっすぐ向こう行った、まっすぐ向こう行ったな、あいつ待て、俺がライトで、いやもう俺はライトで救助するしかない、これあ来てる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 、
ッケーオ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 ッケー、うまい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 、よしよしよし、こっち来いこっち来いこっち来い、するな、こんばんは、ラスト J よ、今ラスト J、もうラスト入っちゃったわ、ごめん、これズサ肉ついてねえの重てえな、ラスト試合でございます、小腹すいた、マック食いたい、オッケー、グレート出た、よし、ナイス、ツルナスルさん、うん、大丈夫です、大丈夫なの、ツルナさ、本当にいろんなところで見かけるんだよね、俺ツルナすごいよね、いろんな配信者さん見てるよね、すごい実感する、俺アーカイブ見るの好きでさ、昔からアーカイブ見たりするんだけど、スルナ結構アーカイブにいたりするんだよね、治療するかな、来てるかな、オッケーオッケー、スワナスワさん、モリンカホ、モリンカホ、あ、え、あっち行け、 指さしてたね、あっち行けって指さしてた、ここの発電機を回すってこと、あのまっすぐの、あ、有能の照明持ってる、オッケー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 、待て、またまた歩き始めた、あ、もう誰か回してる、オッケーオッケー、あー、オッケーオッケー、ナイスナイス、あ、これユキ、違う、アイムキャットだ、アイムキャット、ショケ、回せ回せ、え、アイムキャット逃げる、俺が回すわ、あっち逃げてる、よし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 、ウィー、はい、カグラこんばんは、ラスト試合でございます、すいません、This is song for the broken hearted。 ロック入った、こいつロック入りやがった、俺が開けてる、あ、来るね、マックを持ってんのかなこの人、俺もロック入ろう、開けるんじゃないそのロッカー、え、めっちゃ見てる、めっちゃ見てる、開けるんじゃないそのロッカー、やられてんじゃん、あ、ダメだ、マッコ届かない、来る、ロッカーラブリンよ、あ、向こう行ったか、え、めっちゃ釣られたままだ、まだ釣られたまま、よしよし、90いくか、よし、あ、ユキ発電機回してね、ナイスナイス、オッケーオッケー、治療は？治療はいいのか？治療はええんか？治療はええんか？こっちか。よしよしよし。長髪。長髪。ミキちゃん。ミキちゃん、こんばんは。もうラスト J です。チラミ。チラミありがとうね。デッドロックだわ。がっつりでデッドロックだわ、待て、ライト救助しよう、ラストだわ、あの人ラストだわ、走っていくしかない、待て、これ以上近づいてもまずいか、担ぐかな、待て、ここでバレないかな、待て、グレート出したかった、頼むよ、頼む、フライデーナイトなのに寝るんすよ、これ、いけ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 、思いっきりいけ、オッケーオッケー、あ、待て待て、俺見つかってない、見つかった、いった、ブリンク、待て、引っかかった、待て、危ない、よしよし、オッケー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 、いけ、高速、あ、ライトナイス、うまい、ライトうまい、誰、ライトめちゃめちゃうまい、ちょっと待って、ライトめちゃめちゃうまい、逃げる、待て、俺にライト任せろ、こっち向け、あーダメだ、ダメだった、ごめん、なんがみー、いやごめん、あ、切断した、アイブキャット切断した、ライト救助しなくて切断した、
今。オッケーオッケー。でこの別品さんのロッカーに入って時間を稼ぐ。別品ロッカー。ねがみ。ありがとね。ねがみありがとね。マヤンさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ラスト試合でございます。はいマッコ。ありがとうね。ありがとね。お決まりマッコでありがとね。離れよ。このまま離れよ。ナイス。ナイス。このまま巻いていこう。え、負けた？あのナースさん負けた？嘘でしょ。諦めたの。チェイスを諦めたのあの人。普通に諦めたのかな。なんだ、追いかけるのやめたの。ユキの方行ってるわ。ゲートの方行ったのか。通電してたのか。いやー、ラスト試合にふさわしいですね。あ、ナイス。誰開けたの。よし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 、いいねいいね、いい感じよ。くぅくぅ、これだからやめらんない。お、逃げた、一人逃げた、ナイス。あっちか、あっちか。じゃあ俺あっちに向かっていけばいいのか。で、ユキ無傷だしさ、俺が逃げてもハッチがあるもんね。待って、行った。え、いるじゃんナース、ナースいるじゃん。オッケーオッケーオッケー。さあ出て終わり。よし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 。さあ、あとはユキのハッチ戦だね。オッケー。うん、対戦ありがとうございました。ナスコついてる。